皆様こんばんは。今日も一日大変お疲れ様でした。本日は2016年8月1日月曜日、栄えある第301回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。全国1000万しゃべくり松代ファンの皆様、大変お待たせいたしました。ワンちゃんに顔をペロペロって舐められるのと、女性が大の苦手のファンキー伊藤こと伊藤光哲が、お送りしたいと思います。本日松代なんですけども、今日一日とても暑い日が続きまして、夕方ですね、少し、雨がさっと降ったことでとても今涼しい感じの、模様になってます。今日も、ね、夜はよく眠れるんじゃないかと思いますけども、今全国的にまあ熱中症が心配ですので、皆さん水分とか塩分はよく補給して、お願いしたいなと思います。はい。今日はジョニー金沢さんという方、皆さんご存知ですかね。今日初めての方もいらっしゃるかと思うんですが、今日イケメンの方を招きしておりますので、ぜひよく、ご覧いただきたいと思うんですが、今日のテーマは、大観戦国の絆信州松代真田大博覧会2016ということで、ジョニー金沢さんからお話をお聞きしたいと思います。それではジョニー金沢さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。金沢です、はい、長野市の観光振興課、はい、の金沢敦さん、今日は大変お忙しいところをお招きいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます、ちょっとずらします。はい、そうしました。大博覧会、はい、で早速真田大博覧会につきましてお話いただきたいと思います。はい、お願いします。真田大博覧会は平成28年の1月17日からスタートいたしまして、12月の12日まで開催する予定になっております。はい。で、まあ、大きな概要としてですね、真田宝物館、それと真田邸、文部学校、松代城ですね、会場にしまして、それぞれをパビリオンに見立てた博覧会を開催するというのが主な概要です。はい、パビリオン、皆さんね、懐かしい方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、昔の万博とかそういうところでよくパビリオンって聞きましたね。まあ、コンパニオンの方が皆さんよくね、耳に覚えてらっしゃるかなと思いますけども、この今回のパビリオンということなんですが、ちょっとイメージがしづらい方もいらっしゃると思うので、それぞれどのような展示なり催しになりになるのかをちょっとご説明いただけますか。はい、はい。まずメイン会場が真田宝物館になるんですけども、真田宝物館ですね、これは。はい。赤い、全体的に赤いトーンになっているんですが、はい、NHK の大河ドラマ真田丸の関連企画展を開催しておりまして、はい、信繁の刀や手紙、こういったものをメインに展示しておりまして、はい、さらにですね、真田丸のドラマの進行に合わせまして、展示会をしております。ですので、ドラマではこういった内容だったんですが、実際はこうだった、どうだったんだろうというような、うんうんうん、確認の意味で、ね、見ていただけても楽しめるような、より深く分かるということですね。そんな展示内容になっております。はい。それと続きましては真田邸になります。こちらですね。はい、ちょっとイメージがつらい方もいらっしゃると思う。で、真田邸につきましては生活体験館と位置づけておりまして、当時の大名家の生活ぶりがイメージしやすいような、例えば、御膳があったりですね、書斎の部屋を作ってみたり寝室を作ってみたりと、まあ、そういった生活ぶりをイメージしやすいような展示をしているのと合わせまして、NHK 大河ドラマ真田丸ドラマ展示を併設で行っております。はい。で、こちらのドラマ展示につきましては6月の28日の日に展示会を行っておりまして、はい、よりこう真っ白の内容に凝縮したような形で、例えばですね、真っ白城の城主であった春日信達の実際に使われた衣装ですとか、うん、それとか、小山田信繁と松野夫婦の絆を象徴的に描いている、象徴的に表しているアイテムとしまして、匂い袋が登場したんですけども、その匂い袋、はい、実際の役者さんたちが書いていた匂いというのも体感いただけるような、そんな展示内容に刷新しております。それはすごいですね。香りがね、実際のものがね、嗅げるというのは、はい、そうですね。行かれました？はい、私はまだ
今日よくお聞きしてから実際に、ね、行ってみようかと思いますけども、行ってみてください、はい、それとあと次、続いてですね、文部学校になりますけれども、はい、 文部学校につきましては、文化体験館と位置づけておりまして、ゴールドマッシュロクラブが行っていただいております武芸の体験、こういったものを観光客の皆様に伝統文化の紹介としてですね、体験いただきたいと、体験していただいているというような状況です、ね、はい、それと最後マッシュロ城になりますけれども、はい、マッシュロ城につきましてはこちらの大博覧会全体の起爆剤になるようなイベントを随時こう開催していくというコンセプトで、しつらえておりますけれども、はい、こちらにつきましては毎年恒例の春祭り秋祭りに加えてですね、夏祭りの開催、先日夏祭りを開催したところなんですけれども、はい、非常に賑わいまして、ステージイベントですとか、神楽、真っ白町中の神楽が集結していただいて、その舞を披露いただいたりとかですね、さらに、歌手の三四郎さんと舞さんにお越しいただきまして、披露いただくなどですね、非常に盛大に盛り上がりました。で今後ですね、予定しているイベントとしましては10月の真田十万石祭り、それと11月に予定しております食の合戦飲信州松代、こういった大きな非常に魅力的なイベントが予定しておりますので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。個人的には食の合戦なんかね、ちょっと興味あるところですけども、いろんな美味しいものが戦ってってことですね食の合戦ってことで、はい、どうぞどうぞ、よろしいですか、はい、それとあと松代町に、松代町の本当の魅力、真の魅力というのはその街中にあると考えておりまして、武家屋敷など点在しているそういった文化財を案内する、ご案内する街歩きツアーを定期的に開催しておりまして、こちらの街歩きツアーについても非常にこうたくさんの方にご参加いただいて、で真田丸その後のストーリーということで、実際にこう真田丸、大河ドラマ真田丸に登場しているゆかりの方々がその後どういった生き方をされ、亡くなられ方をしてきたかというのを紹介するような、そんな街歩きツアーも行っておりますので、そういった意味では街全体を楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。今の写真でもたくさんの方ね、いらっしゃいますけど、今歴女の方も多いかと思うんですけども、たくさんそういう方がね参加していただけて、またなかなか中身もね濃いものかなと思いますね、はい。今いろんなねイベントをご紹介していただきましたけど、これだけたくさんありますとなかなかこうすべて回るとたっぷりね一日、もっと興味のある方はそれ以上ね時間がないと足りないよって方もいらっしゃるかと思うんですが、今こういう、時代ですのでね、時間がないって方もいらっしゃるかと思うんですが、そういう方に向けてぜひこれだけはっていうね、ジョニーセレクトでお願いしたいと思いますので、はい、一番のおすすめは何でしょうか。そうですね、私ぜひ松代に来られた方に体験していただきたいのが、武芸体験ですね、文部学校で行われています武芸体験、こちらの武芸体験につきましては弓術ですとか、こちら写真にあるのが弓術になりますけれども、弓術ですとか古武道、弓道ですかねこれはね、そうです、弓道で、はい、休日ね、我々は休日と呼んでるんですけど、はい、休みの日によくやるやつ、あ、違いますね、休日じゃないです、はい、イントネーションがちょっと違います、はい、で休日とかですね、さらに甲冑、甲冑の着付け体験とかですね、ははは、そういった体験も味わっていただけると。で特にその観光客の皆さんというのはこう当然こう体験だとか学習というをしたいというそういった意欲をお持ちの方って非常に多くてですね、はい、さらに、地元の方々との触れ合いを求めている方が非常に多くいらっしゃるので、まさにその体験ですとか、地元の方との触れ合い、そういったものすべてを満たしているコンテンツとして、ぜひ、こちらは体験していっていただきたいなと思っております。そうですか、やっぱり人とね触れ合うってことがとてもあれですね、充実した体験になるということですよね、はい。じゃあ大河ドラマ真田丸もね始まってからだいぶ経ちますけども、最初いろんな賛否いろいろありましたが、なかなかこう評判がいいようでして、観光客の方もねたくさん町にいらっしゃってるかなと思うんですけども、その状況的にはどんな
くらいたくさんいらっしゃってるんでしょうかね。数字の話でいきますと、はい、例年の3倍以上のお客さんにお越しいただいていまして、はい、おそらく地元の皆さんも肌で感じられてるんじゃないかなと思うんですが、本当にこう多くのお客さんが毎日お越しいただいて、歩いてる方がたくさん、ね、いらっしゃいますよね。先ほども、はい、ファンキーさんとお話ししてて、はい、客層もだいぶ変わってきたねっていう話をしてて、はい、確かにこう女性だとか今までの客層とまた違ったこの女性だけ の、はい、女性のお友達同士で来られているだとか、まあ、はい、家族で来られているだとか、はい、まあ、なかなか今まであまり見かけなかったような客層の方が来られているんじゃないかなって気がしております、ね、そうなんですね。昔はちょっと年齢の高めの、まだマダムとかよりこう歴史2の方が多かったですね、はい、最近は女性の方が増えたということで、どの分野でもやっぱ女性、若い女性が来るとまたとても広がりがあったりとか大きく、ね、発展していくのかなってことなんですけども、ね、とても今回たくさん、ね、来ていただいているので、ますます楽しみなところですね、はい。あとこちらの放送ですね、まあ、1000万人の方は見ていただいていると思うんですけども、放送をご覧の方については、まあ、多くの方がすでに真田博覧会見たよっていう方もねいらっしゃるかと思いますけども、一度見た方でまた2度3度とね、お越しいただけるような魅力がたくさんあるかと思うんですが、また足を運んでいただけるような楽しい催しイベントみたいなものはあるでしょうか。はい、ぜひですね、皆さんにお越しいただきたいと考えているのが、ライトアップ、真田邸のライトアップ、ライトアップ、はい、8月11日から、16日まで、予定しておりまして、これですね、真田邸の庭園ですね、はい、水深秋月亭という名前が付けられているお庭になるんですけど、はい、もうちょっとください。水深秋月亭、水深秋月亭、はい、これが京都の公家のお宅の庭を模して作ったと言われている庭園になりまして、非常に見事な庭園なんですが、なかなかこう観光客の方々にですねいまいちこう周知しきれていない素材になりまして、ぜひですねこれをこうライトアップという形でインパクトを持ってご紹介をしていきたいと思っております。とてもインパクトありますね、この絵を見るとね。そうなんです、大きなブロッコリーとかね、なんかありますけども、ブロッコリーとても美味しそうな、あ、違いますか、これは。ケヤキの木で、こんな綺麗になるんですね。そうですね。これ、特にこうライトアップで色をつけてるんで、はい、例えばこう昼間ですと、緑一色で見えてしまうようなところが、色を変えて見ることができてですね、要は奥行きをこう感じながら、この庭の構造っていうのをよくつぶさにこう感じ取っていただけると思うんですね。じゃあ昼間のとこと全く違ったその何でしょうね、これファンタジーの世界みたいな感じがしますけどもね、とてもいいですね。こういうことが真田邸始まって以来ということで、そうですね、初めての企画になりますね、だと思うんですけどもね、はい、で合わせてこう見ていただくだけではなくてですね、演奏会も予定しておりまして、はい、演奏会もあるんです、はい、なんか目と耳と五感で楽しんでいただく、体感いただけるような、はい、そんな企画になっております、はい。それとですね、もう一つご紹介しておきたいのが8月21日と、はい、これ毎月1回開催しているものなんですけども、直近で8月21日に予定しています松代デークラシックで、こちらも真田邸8月21日の会につきましては真田邸で開催することになって予定になっておりまして、時間は13時からということで、文化財 その重厚な雰囲気の中でクラシック音楽を楽しんでいただけるという特別な企画です。で、地元の皆さんもですね、ぜひそのやっぱりその文化財とクラシックが非常にマッチしていてですね、聴いている皆さん音の響きもいいらしいですね。実際そう演奏されている奏者の方もおっしゃられるに音の響きも非常にいいということですので、ぜひ地元の皆さんもまた一度お越しいただいた方も二度三度とお越しいただきたいと思っています。でいずれの、はい、企画につきましても真田邸に入る入館料300円になりますけれども、はい、必要になります、はい。じゃあその300円払えばもうこの素晴らしい世界に行かれるわけですね。非常にお得だと思います、はい。まあ、ライトアップは素晴らしいんですけど、目で楽しむということのほかに、今のような、ね、演奏会で耳からも楽しめるということで、とてもね豪華な感じがしますけども、演奏会はどんなような方が
出演されるんでしょうか。もう一度お願いできますか。こちらちょっとテロップというかパネルでよろしいですかね。一応こちらのリストにある方、8月11日につきましては安橋流奏曲、8月12日につきましては、ことですね、はい、ハンドベルのベリンガーズ松代、はい、それと8月13日にはバイオリンのデュオなんですけども、デュオ・ドゥ・フルート。このデュオ・ドゥ・フルールさんが真っ白でクラシックでもすでに2回ほど演奏していただいて、はい、で真田丸のテーマソングなど演奏していただいてですね、非常に好評を博しています。そうですか、ぜひこちらもライトアップと一緒に楽しんでいただきたいね、なんか長野市のご出身だっていうのをね、お話聞きましたけども、はい、南部小学校もいいですね、はい、それと8月14日につきましては、アンサンブルザコト、で8月15日につきましては、こちら私のおすすめなんですけども、ぜひご覧いただきたい真っ白画学ですね。こちら写真にもあるんですけども、真っ白画学、それと、最後フィナーレですけども、8月16日に琴と尺八専科とエコード真っ白クラブの専科の皆さんに演奏いただくという予定になっております。はい、ありがとうございます。最後になりますけども、真田丸が12月終わってしまった、その後ですね、真田丸後の松代の観光の展望についてお話しいただけますか。何度もお話しさせていただいているんですけど、松代の強みというのは非常にこう町の中に点在する文化財が豊富にあるということ、それとそれに関わろうとするボランティアの皆さんの存在というのが非常に強みだと思っていまして、ぜひこの2つの強みを生かしたコンテンツ、今まで2004年のエコールド松代2004から培ってきたこの体験ですとか、それとか街歩き、これまでやってきたことをさらに引き続きブラッシュアップして、積極的により PR していくということが必要だと思いますし、今までの方向性というのは全く間違ってないと思いますので、ぜひそこをさらに推し進めて PR していきたいなと、我々もそういった企画をぜひ考えていきたいなと思っています。はい、今日はたくさんご紹介いただきましたけども、本当に町のことをよく分かっている方、一度来た方、二度三度来た方、またいろんなね、これから行きたいなって方もいると思うんです。そういう方々が、どんどんね、また町のに来ていただいて、一人でまた町のファンの方が多く、ね、なってくるといいなと思いました。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。やめたさ、私もね、うん、真田邸、うん、何回もお伺いしてるんですけどね、うん、ライトアップ初めて、うん、いやー素晴らしい、ぜひ行きたい。そうですね、夜やってるのあれ、昼間ライトアップしても分かんねえね、うん、そんなのありいや、お聞きしてね、いや昼間まさかライトアップするんじゃねえだろうなと思って夜でしょうね、ぜひ行きたいと思います。当然です、はい、当然です、はい、ということで、はい、お知らせを、はい、これはね、今度ね、宮坂さん大好きな真っ白真田丸ビアガーデン、すごい、いいね、いいでしょ。毎日行っちゃう、毎日じゃないんだ ね、ちょっとね、うん、土日、今度の6日の日、ね、それと11日、12、14、15と、ね、はい、これ続けて、はい、ね、分かりました。予約していただくとね、美味しい、そのおつまみもつく、つく、あ、そうか、じゃあもう予約しちゃう、予約して、電話入れていただく、真田公園の中にありますよ、はい、だからついでにライトアップを見ながら、そうかっていうことなの。いいね、雨降ってきましたよ、うんうん、もうさっきから降ってるの、はい、急激にまたちょっとね、はい、ぜひね、また参加していただければいいかなと思いますね、はい、はい、5時からね、8時まで OK よっていうんですね、はい、わかりました、はい、よろしくお願いします、はい、それとですね、はい、これも大博覧会の関係なんだけど、うん、信州松代ってこれね、はい、エコールド松代クラブね、これ新しくできましたんでね、はい、これからね、来年の3月まで、うん、一応いろんな戦果があるんでね、これ体験型、はい、さっき金沢さんが言ったじゃないですかね、体験型、うん、ね、これ持って予約していただいて、これまあ1冊ずつもらっていって予約をしていただく、ゴールドマッスルクラブ予約入れていただいて、はい、体験していただくという形です。はい、はい、それをぜひ。分かりました、はい、はい、でそれでもう一つ、今金沢さんもやってましたけど、こういうのスタッフ
ね、ちょっと見てください、これこれ、はい、色ね、この色と黒と白、はい、この色、ね、これ色2種類出てるんですね、はい、でね、真田丸ショップ、それと宝物館でも今やってるかね、真田丸ショップだね、真田丸ショップで、3800円で売ってます、はいはい、ぜひあの買ってきてくださいね、はい、今ちょっとこれスタッフになってるからちょっと違うけどね、今度はこういう形で売りますんでよろしくお願いします、はい、はい、じゃあ来週です、来週ですね、はい、はい、来週は、はい、私と地域のつながりだって豊坂小学校 PTA 会長さん、あ、私宮坂さんだ、あ、私ですね、うん、はい、ね、ですね、うん、PTA 会長さん、豊坂小学校、うん、それでね、あの今年のね、うん、テーマがね、かっこいいんだ、なんでしょう、ちょっとそっちにカンペあるんだけど今年のテーマなんですけどね、うん、絆を深め、うん、心を一つに、みんな輝け、かっこいいじゃないですか、なんか校長先生みたいじゃん、うん、あのね、校長先生じゃなくてね、PTA、うん、会長、あ、そうか、うん、それでね、うん、この春日さんなんですけれども、うん、その PTA 会長さんをされて、もちろんね、若いんで、うん、お勤めもしてるんですよ、うん、それでね、うん、その上公民館長されたりね、うん、あの現役のね、うん、消防団もされてるんだって、すごいね、だからね、どうやって生活してるんかね、うん、ちょっとお聞きしようと思ってるんですよ、寝ないで動いてるかもしれない、ね、多分寝てるんじゃねえかと思って ね、そこら辺も、うん、であくびされちゃうかもしれない、あ、そう、うん、いや、真面目な話で本当にすごいね、すごくいろいろされてるんですよ、何歳ぐらいの人、41歳かな、あ、バリバリだね、そう、働き会社もバリバリだし、どうするですかね、そうなんですよ、お酒も好きだね、うん、多分話、うん、そういう話も出るかな、うん、で、あの、そんなね、ご苦労な話をね、うん、お聞きしようと思って、あ、そうですか、はい、楽しみで、ね、楽しみなんですよ、はい、よろしくお願いしますね、はい、それでは、はい、来週のしゃぶくる街のどうぞお楽しみに、楽しみに、また見てね。